はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語形容動詞丸2をお送りします。で、前回からね形容動詞が始まって、これで2本目です。で、今回は形容動詞の活用についてやっていきます。で、問題はですね、ここにまず4問あるね、ここに4問あって、ここに表があります。で、表は形容詞の時と同じで、こう穴が開いてるとこね、ここにを埋める感じでやってみてください。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってもらって、で、確認してもらって、分かんないのがあれば、今からね全部説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず表の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずポイント、もうすごいシンプルですけどね、形容動詞の活用は2種類と、まあ2つ種類があります。形容詞は1種類だけだったけどね、形容動詞は2種類あると。で、この2種類もすごく簡単で、前回形容動詞って最後がだとですで終わるっていうのをやりました。静かだと静かですって2種類あるんだよね。だから、そのだバージョンとですバージョンに分かれる。だから2種類あるんです。いいかな。で、まず例語、今言った静かだと静かですからいきます。で、語感に関しては、そのだとですを取った部分が語感になるので、基本的にだから静かね、ここは語感がね。で、あとは未然、連用、終始、連帯、仮定、命令というのをやっていこうと。で、後ろに続く言葉一応書いてあります。で、これは、形容詞の時と若干違うので、頑張って覚えてみてください。まず未然形うです。で、連用形がたないなるです。たないなるね。終始は言い切りなんでありません。で、対と連帯形が時とので、仮定が場、命令はありませんという感じです。で、まずダバージョンからいこうかね。で、静かだ、これをまずうをつけます。そうすると、静か、まずね、語感の静かだろうになります。静かだろうって、だからだろがくっつく。いいね。で、次は3種類あります。まずたから、静かだにちっちゃいつです。静かだったと、これが1個目。次、ないです。で、ないをくっつけると静かでないんです。静かでないと。で、最後なるくっつけます。そうすると静かになるんです。この3種類があります。ここ意外と狙われるんでね、ちょっと気をつけて覚えてください。静かだった、静かでない、静かになるです。ちょっと2のね下が短いわ。はい。で、終止形はね、そのまま言い切りなんで、静かだそのままです。で、次連帯形です。で、連帯形は時、まあ、これのでどっちでもいいです。くっつけると、静かな時、静かなのでとか、でも両方同じなんで、なだけで OK です。いいかな。で、最後場をくっつける、これは静かならばとなります。で、命令形ありません。 ないところはね、また丸って書いてありますけど。だから、まずだバージョンに関しては、だろ、だ、で、に、だ、な、ならという感じになります。いいかな。これがだバージョン。ではね、ですバージョンの方いきましょう。静かです。語感は静か。で、まずうをくっつけます。で、これは静かでをね、ですっていう言葉のところを使わなきゃいけないんで、静かでしょうとになります。静かでしょう、だからでしょうだね、ここに入るのは。で、うをくっつけて静かでしょうとなります。で、次は3種類ではなくて1種類だけです。で、どれ使うかって、たを使います。一番右のね。で、静かのとことこうたをくっつけようとすると、静かでしたとなります。静かでしたってね、だからでしが入る。1個だけで大丈夫です。で、終始は言い切りなんで、そのまま静かです。で、ここも書きました。連帯形も同じなんです。ですバージョンは。で、これは時の方を考えて、静か、まあ、じゃあ時じゃない、のでの方だった。のでの方を考えて、静かですのでっていう感じになります。だからですで同じになる。で、仮定と命令、ですバージョンは仮定もありません。で、命令もないと。これがだバージョンとですバージョン、形容動詞の活用になります。ではね、最後に4問ね、やっていきましょう。線がね、引いてあります。で、これ形容動詞なんですけど、それの活用形を考えていくと。で、まあ、デスバージョン、ダバージョン両方ありますけど、例えば1番、彼はいつも元気です。
これもどう見てもデスバージョンだね。デスがくっついてる。で、文の最後で言い切りになってる。デスもくっついてるしね。なので言い切りだからこれは終止形になります。いいね、終止形で、次、彼女のことが心配になると。で、これ心配にで切れてるんで、もともと何かっていうと心配だね、もともと心配だなんです。で、2を探してみるとダバージョンの2、ここにいるね、2がある。だから2がくっついてるんで連用形と。はい、あの表さえも覚えておけばね、どうってことはないです。で、次、綺麗なのはあの絵だ、綺麗なです。で、これももともとは綺麗だね、いい、綺麗だ。で、それがなになってる。で、な探してみようと思うとダバージョンのなはここにあるね。だから連体形とわかります。連体形と。で、最後が娘のことが心配でしょうとね。で、心配でしょで止まってる。これもともと心配ですね、心配です、デスバージョンです。で、でしょうを探してみると心配でしょうをとあるので未然形になりますね。こんな感じなので、まあ、形容詞にしても形容動詞にしても表をね、ある程度覚えておけば、こう活用形を探す問題は解くことができます。後ろにくっつくのを探せばいいからね。なので、まあ、若干めんどくさいところでもある。確かに動詞が一番出ます、がっつり出る動詞は。で、形容詞と形容動詞に関して、形容詞と形容動詞に関しては、まあ、おまけみたいな感じで出されることも多いんですが、ね、出された時にこう得点を取るチャンスではあるので、しっかりね、覚えてもらえたらと思います。では今回は中学校国語形容動詞丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、形容動詞これで終わりです。でね、実はこの、まあ、いろいろね、何し何しってやってきましたけど、自立語がこれでやっと終わりました。残り付属語です。で、次、付属語のスタート、助詞からやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。